四方を雪に囲まれた人里離れた山奥で一人の少女が発見されます。そこから救出された彼女はある人物を探していました。 I want to speak to Marissa Vigler. My name is Marissa Vigler. You wanted to speak with me? 会いたかったマリッサ・ウィーグラーに出会えた彼女は泣きじゃくりながら、ボキ、あっという間に仕事をこなしてそこから脱出します。彼女の名前はハンナ。遺伝子操作によって生まれた突然変異の人間です。アメリカ政府は秘密裏にスーパーソルジャーを作る実験を行い、それで生まれた20人の子供たち、ハンナもその一人でした。しかし政府は突然意見を変えてこのプロジェクトを中止し、全ての証拠を隠滅するために母親と子供全員を抹殺しましたが、当時ハンナの担当者だった特殊要員エリック・ヘラーは両親が咎めてハンナと共に姿を消します。そして14年後、各種訓練により人間兵器に成長した彼女は復讐のために帰ってきます。スーパーソルジャーの DNA を持って生まれた彼女の戦闘力は常識をはるかに超えています。近くにいる相手を瞬時に制圧するのはもちろん、自分より2倍も大きい男性を簡単に倒し、プロの殺し屋3人に囲まれている時でさえ彼らを圧倒するほどの実力を備えています。扱える武器もいろいろありますが、ナイフ使いは近い距離の敵を瞬時に制圧できることで、鹿の心臓を一発で命中できるほど弓矢を操り、遠くのターゲットに正確に命中させるほどの優れた射撃術まで。遺伝子操作により恐れや哀れみを感じないため、相手を殺すのにためらいがなく、このような性格は彼女をより完璧な殺し屋に仕上げました。しかし一方で彼女はただの哀れな少女です。誰もいない人里離れた山奥で育ち、一生を復讐のための訓練で過ごしただけで他の経験はしていません。スペイン語やドイツ語、話せる言語はたくさんありますが、電気が何なのかも知らずに、さらにはキスのことも本で習いました。でも自分に好意を寄せてくれた人にだけは必ず報いる善良で純粋な魂を持った殺し屋ハンナでした。Who's Hannah? The girl we ate dinner with in Morocco. She's here or was. I found breakfast. That's gross. 高級レストランで食事をしているカップル。とても幸せそうに見えるこの女性はいきなり立ち上がって後ろの席の人たちを撃ち殺します。そしてボディーガードの追撃を避けて逃げ出します。この女性の名前はニキータ。かつて彼女は薬中でした。ドラッグを手に入れるために仲間たちと一緒に薬局を襲い、出動した警察官と銃撃戦を行った末に取り返しのつかない過ちを犯します。この事件で終身刑に処せられますが、その後どこかに連れて行かれ、気を失った彼女は見慣れない場所で目を覚まします。フランス政府は彼女にある提案をします。他に選択肢がなかった彼女はこの提案を受け入れることに。そしてニキータはスパイになるために射撃術や格闘技、踊りとコンピュータなどを学び、さらには化粧の仕方や食事マナーまで学びます。その結果彼女は並外れたスパイとして生まれ変わります。特殊装備を利用して相手を盗聴し、遠く離れたターゲットを正確にぶち抜き、優れた演技力まで。計画していた脱出ルートがダメになった時でさえ慌てず別のルートを見つけるほど、とっさの判断能力にも優れています。しかし彼女の人間関係は他の殺し屋とは程遠いものでした。
テストを口実に彼女を死の直前まで追い詰めたボブにさえ友情を感じ、全ての訓練が終わって施設から出た初日、スーパーで偶然出会った男性とすぐに恋に落ちるほど素直で純粋な人でした。しかし彼との仲が深まれば深まるほど、秘密を抱えたまま殺し屋として生きていかなければならない現実はだんだん彼女を苦しめました。そしてついに問題が起こってしまいます。任務を遂行すればするほど彼女はますます疑問を抱き、結局命令に背き不服を漏らします。任務のためなら何人の命であれ一瞬で奪うビクトルとは違い、仲間を阻止してまで不必要な殺人を防ごうとします。彼女はこれからどうすればいいでしょうか。仕方なく殺し屋になってしまったが、本当はただ平凡な人生を送りたかった女性、ニキータでした。いきなり服を脱ぎ始めるこの女性、そして男にピシャピシャと罰を与えて、あれ、そしてスーパーヒーローのようにそこから脱出します。彼女の名前はジェーン・スミス。表向きは IT 会社の社員でしたが、実際には会社所属の殺し屋でした。夫のジョン・スミスとは任務中に偶然出会って恋に落ちましたが、彼は彼女の正体を知らず6年間平穏な結婚生活を続けています。そんなある日、作業の遂行中に突然現れた男のせいで任務は失敗することに。その人物の正体は夫のジョン・スミス。実はジョンも正体を隠していた殺し屋だったのです。ハニー、その日以降彼らは互いを始末するために動き始めます。彼女が主に使う武器はなんとこのオーブンの中に隠されていました。銃という銃は全てマスターした彼女はライフル、ショットガン、自動小銃、マシンガンなど種類を問わず自在に扱い、武器がない時は夜間、カーテン、花瓶、電話機、ディスプレイ用ナイフなど周辺にあるあらゆるものを利用して敵を制圧します。また夫のジョンより優れた運転の実力を見せて敵を退けたりもします。高いハイヒールを履いたまま椅子の上でもバランスを維持し、落ちてくるワインボトルを何気なくキャッチするほどの反射神経、男の殺し屋との肉弾戦でも決して負けません。こんな身体能力以外にも建物のサーバーを簡単にハッキングしたり、素早く状況を判断してリードするカリスマまで。果たして彼女は敵になってしまった愛しい夫ジョン・スミスを始末することができるのでしょうか。ここまでアメリカの平凡な主婦ジェーン・スミスでした。黄色のバイクに黄色のジャージ、誰かを追いかけているこの女性は映画キルビルの主人公ベアトリクス・キドーです。世界的な暗殺集団デッドリー・バイパースのエースだった彼女はチームのリーダーであるビルと恋人同士でしたが、二人の間に子供ができてしまいます。子供だけは殺し屋にしたくなかった彼女はこの事実を知った直後、ビルに何も言わずに消息を絶ち、彼女が任務中に死んだと思ったビルは悲しみに暮れます。それから3ヶ月後、エルパソという都市に再び現れたベアトリクス。彼女はトミーという平凡な男性と結婚式を挙げる予定でしたが、このことを知ったビルは彼女に裏切られたと思い、チームの殺し屋を総動員して彼女を始末します。 But on that day, 40 years ago, she made one big mistake. しかし彼女は死んでおらず、昏睡状態から4年後に目覚めて彼らの命を奪いに行きます。一噛みで大人10人を殺せる猛毒を持つヘビ、ブラックマンバのように彼女の戦闘力は他のどの殺し屋よりも強いです。あらゆる打撃技やグラップリング技術、
そして華麗な飛び蹴りを披露する彼女はカンフーの達人です。彼女は単身で少林寺を屈服させたブリンの伝説パイメイの弟子で、彼からマンツーマン教育を受けました。至近距離の対象にも致命的な打撃を与える近距離拳法と、指先で5つの壺をついて相手の心臓を破裂させる五天将爆心拳の唯一の継承者です。さらにあっという間に相手の目をくり抜いてしまうこともできます。彼女が扱う武器は銃、ナイフ、靴の中に入れることができるほど小さい折りたたみナイフなど様々ですが、一番パワフルな武器は彼女がいつも持ち歩いているこの刀です。カンフーを身につける前からすでに侍拳法の達人だった彼女は、服部半蔵が作ったこの刀で自分を取り囲んだ50人のヤクザを切り倒し、世界最強の女殺し屋で東京のヤクザたちの親分でもあるオーレン・イシーにさえ勝ってしまいます。でもこういうまともな武器以外にもフライパン、カップ、テレビアンテナなど周りのあらゆるアイテムを武器にしたりもします。また彼女は一般人とは比べ物にならない身体能力と反射神経の持ち主です。ものすごいジャンプ力で一気に2階まで上がり、細い手すりの上を難なく走る優れたバランス感覚、飛んでくる野球ボールを切り捨てて突然の攻撃を避け、鞘を使って攻撃を防ぐほど反射神経に優れています。もちろん全ての攻撃を避けるわけではなく、殴られて、切られて、また切られて、撃たれて、また撃たれて、生き埋めにまでされますが、復讐が終わるまでは決して死なずに戻ってくる粘り強い殺し屋ベアトリクス起動でした。ここまで最強の女殺し屋4人をご紹介しました。もっと強いキャラがいたら教えてください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。